大久保利道明治11年5月14日は、日本の武士、政治家。異界君党は、増樹一位、君位党。明治維新の元君であり、西郷隆盛、木戸孝義と並んで、維新の三傑と称される。また、維新の実決の一人でもある。初代内務卿を務めるなど、内閣制度発足前における、明治政界の指導者であった。 文政十三年八月十日、薩摩国鹿児島城下高来町に、琉球館付役の薩摩藩士、大久保里与と、皆吉宝徳の次女、福の長男として生まれる。幼名は、清下紗。大久保家の家格は五個小値と呼ばれる身分で、下級藩士であった。幼少期に、梶山地移氏、下梶山地の豪中屋藩構造士官で、西郷高盛や最初厚史、 吉井智美、海江田信義らと共に学問を学び親友、同志となった。子供の頃は近畿とされた桜島の河口に石を投げ落としたり、温泉で滝水を使った温度調整をいじって温泉客を驚かせたり、かなり自由ないたずら小僧であった。武術は胃が弱かったため得意ではなかったが、討論や読書などの学問はごお中の中で抜きん出ていたという。 天保15年、元服し、通称王将助、意味名はリズミと名乗るが、後に改名することになる。後下3年より、藩の記録書書き役助として出資する。家営3年のおゆら騒動では父、リヨと共に連座して罷免され禁止処分となる。以後、大久保家は、貧しい生活を強いられ、この時の借金以来の手紙や証文が現在残る。 大久保の文書で最も古いものとされている。島津成明が藩主となると謹慎を説かれ、嘉永6年5月に記録書に復職し、三倉役となる。安政4年10月1日、西郷と共に、止め付けとなる。同年11月、登場する西郷に同伴し、熊本に達し、長岡剣持、津田三三郎らと時事を断ずる。聖中組の領収として活動し、 安政5年7月の成明の死後は、11月に失脚した西郷に代わり組を率いる。同年12月、流罪の際に山川公に寄った西郷に章を送り、脱藩義挙について密かに意見を問う。安政6年11月、同志44人と脱藩を企画する。しかし、新藩主、島津重久、新書を下して、藩の勤能の方針を告げ、脱藩を止める。 同月、藩主のジップ、たに宛てて、自事の権限を行う。以後、忠だに、最初、厚氏の助力で接近する。厚氏の兄で、吉祥院の住職、城願いが忠だの囲碁相手であったことから、乗り願い経由で手紙を渡したのが、始まりと言われる。万円元年3月11日、重富邸にて忠だと、初めて面会し、うるう3月、 感情片子が白角となる。文久元年9月、同志と測り、親族町だけが秘蔵していた、楠木正重の木造を恋受けて、移住院石ヶ谷に社殿を造営する。同年10月23日、御省ランド役に抜擢され、反省に参与、価格も一大審判となる。文久元年12月15日から同2年1月中旬までの間に、 久光から一蔵の名を賜り、通称を改める。元年12月28日、久光の内命により大久保は、京都に上る。獅子時代の大久保とし文久二年、正月より久光を擁立して、京都の政局に関わり、久家の岩倉と美らと共に、後部合体路線を施行して、一橋吉信の将軍後見職、福井藩主。 松平義長の政治総裁職就任などを進めた。同年正月14日、前、左大臣、この江忠広、忠房不市に越して、久光状況、国事終戦を行うことを内々に植ち鎮する。同年2月1日、この江不死の書を携えて帰還する。同月12日、大久保らの進言を受けて、久光に召喚された西郷が、天見大島より戻る。 翌13日、小松清連邸において、西郷らと、久光状況に関して打ち合わせる。3月に入り、西郷が先発して、村田新八らと共に状況を。同月16日、久光は1000人を超える兵を率いて、後部合体運動推進のため状況の都に着く。大久保はこれに従った。同月30日、兵に先駆けて、下関より、 西号の後を追って大久保のみ急遽登場する。4月6日、西号と会い、京都大阪の形成を断ずる。同月8日、晩州大倉谷において、久光を迎える。同月16日、久光入居をする。大久保はこれに随行。翌17日、久光は老子沈部の直命を受ける。同月19日、大久保は大阪に赴き。 死死を説得する。同月23日、伏見において、寺田屋騒動勃発。奈良原茂らが、有馬新七らの義兄を止めるも、これを受け入れず。新七ら八名は切られる。5月6日、大久保は、大木町三条佐根る中山忠康、岩倉智村商教に越して、直死を関東に下校させることに関して検索する。同月九日、 久光、直子、大原重徳卿の随行を命じられる。五月二十日、五章南度頭取に昇進となる。この昇進により、小松清蓮、中山章之助と並んで、久光側近となる。同日、久光、関東に向けて進発する。大久保はこれに随行する。六月七日、江戸期。同月二十六日、大久保は、大原直子に越した上で、 爆角が直名を報じない場合、決心するところがあることを告げた。8月21日、久光江戸を出発し成城する。大久保はこれに随行する。この日、生麦事件あり。翌週8月7日京都に着く。同月9日に、久光による三代、復命へ。大久保はこれに従う。同月23日、 久光藩のため京都を出発する。大久保もず行。同月30日、大久保は御用取り継ぎ見習いとなる。文久3年2月10日には、御蕎麦役に昇進する。慶応元年1月下旬から5月の間に、年道と改め意味なする。慶応2年、第二次徴収政党に反対し、薩摩藩の出兵拒否を行っている。慶応三年、 夕飯会議の開催を小松や西郷と計画し、四公会議を開催させる。しかし四公会議は吉信によって頓挫させられたため、今までの公部が大路線を、改めて武力倒幕路線を施行することとなる。小松、西郷と共に、抗議政体派である、土佐藩の後藤昌次郎、寺村道成、学部精神、福岡皇帝、浪人の坂本龍馬、 中岡慎太郎との間で将軍職の廃止、新政府の樹立等に関する殺土名約を三本義の両邸にて結ぶも、思惑の違いから短期間で破棄。武力による新政府樹立を目指す大久保、西郷、小松は8月14日に長州藩の柏村和馬に武力政変計画を打ち明け、それを機に9月8日に京都において薩摩藩の大久保、 西郷と長州藩の広沢佐根尾品川矢次郎、広島藩の知事ただしだけが開始出兵協定である三藩名約を結んだ。なお、この三藩名約書総案は、大久保の自筆によって書かれたもので、現在も残っている。10月14日、大木町三条佐根なるから東幕の密直の証書を引き出した大久保は、小松、西郷らと証書の受け書に署名し、 東博実行の直前まで持ち込むことに成功した。しかし、翌日に、土佐藩の建築を受けていた、将軍、徳川義信が大政奉還を果たしたため、岩倉ら東博白議とともに、王政復古の大号令を計画して実行する。王政復古の後、参与に任命され、正午初会議にて義信の時間の内を主張した。明治四年十二月から翌年に一月頃、 サンフランシスコにて撮影慶応4年に1月23日、大乗官にて大阪への戦闘を主張する。明治2年7月22日に参議に就任し、反赤奉還、廃藩地権などの明治政府の中央集権体制確立を行う。明治4年には大倉卿に就任し、岩倉施設団の副市として外遊する。外遊中に留守政府で問題になっていた朝鮮出兵をめぐる。 政官論論争では、西郷隆盛や板垣大輔ら政官派と対立し、明治6年政変にて、西郷らを失脚させた。明治6年に内務省を設置し、自ら初代内務卿として、実権を握ると、学生や地租改正、徴兵令などを実施した。そして、布告強兵をスローガンとして、植産工業政策を推進した。明治七年二月、 佐賀の乱が勃発すると、直ちに自ら陳代兵を率いて、遠征、鎮圧している。首謀者の江藤新兵ら13人を法によらない裁判で処刑した。さらに、江藤を強襲しただけでなく、首を写真撮影して、全国の県庁で晒し物にした。しかし問題にはされなかった。また台湾出兵が行われると、戦後処理のために、全権便利、交渉の末に、 10月31日、清氏が台湾出兵を義挙と認め、50万両の賞金を支払うことを定めた日清両国間五官上官、五官、氷坦に調印する。また出兵の経験から、明治8年5月、大乗大臣の条上耳に海運政策樹立に関する意見書を提出した。大久保が目標としていた国家は、プロイセンであるとも、 イギリスであるとも言われる。当時、大久保への権力の集中は、有志先生として批判された。また、現在に至るまでの日本の官僚機構の基礎は、内務省を設置した大久保によって築かれたとも言われている。明治10年には、西南戦争で、京都にて政府軍を指揮した。また、自ら総裁となり、上野公園で8月21日から11月30日まで、 第一回内国官僚博覧会を開催している。その後、侍補からの要請に乗る形で自らが宮内教に就任することで、明治政府と天皇の一体化を行う構想を抱いていた。大久保の墓詳細は、清井坂の変を参照明治11年5月14日、馬車で皇居へ向かう途中、清井坂付近の清水谷にて6人の不平氏族に殺害された。 暗殺現場は清居坂ではない。去年49、数え年、毎47歳坊津。墓所は東京都港区の青山霊園にある。大久保の銅像畳を回すという技能を持っていた。薩長との会合の際、長州代表主催者、須府正之助を心よく思っていなかった堀が言葉尻を捉え、あざけった。空気が非常に重くなったが、 さらに堀はスフをあざけり続けた。怒ったスフは、芸を見せると言い抜刀し、踊り始めた。堀を切ることを察した、長州藩の藩士が堀との間に入り抜刀して、踊りやめようとし、空気が、緊張感が増したその時、大久保は畳を一枚ひっぺ返し、畳を回すという芸を見せた。これで空気が主観し、事なきを得た。これは、 後の世で幕末の拷問の会と呼ばれている。大久保利道文書第3、桂江門への書簡明治2年6月4日に、次の通り、朝廷で行われた正午変革を報告する、手紙の内容が掲載されている。一外事の県県をいおいご運生成功徳とも、未朝廷付きの根本勝率不信仰一旦破体と同法に、イタリリフカュ芸行き税小座公所正午変革というの、 勝敗相性付けコース型に、小座公、大久保利道文書第3より抜粋この現代語、訳は一大事のあの剣この剣はおいおい進展することになりますが、未だ朝廷は手綱を解かれた馬のように自由の身であり、これでは根本が立ちません。一旦は、ほとんど崩れ果てるところまでに至り、形を成すことができない状態でしたが、正午変革などがあり、少しは、 収まりがついたような姿です。遭難地近隣の清水谷公園に立つ、愛刀標奥保神社1872年2月、ワシントン DC にて撮影。藤友絵門奥星氏明確ではないが、藤原四罰流を称している。家門は、左三つ、藤友絵。戦国時代末に、京都から薩摩に移るというが、経図は、上京年間に、一期豪華若見に中宿した。 大久保中兵衛より始まる。明治11年5月23日、明治天皇の特使により、大久保家は、木戸高吉の木戸家と共に家族に列した。君功のみによって、家族礼交付以前に家族に列したのは、広沢佐根海の広沢家と、この宮のみである。明治17年の家族礼交付時には、当主、大久保利和は公爵に除された。 子供は、制裁との間に四男、かずめ、めかけとの間に四男を設けた。大久保の孫の大久保利明は、日本近代史や、国立国会図書館建成資料室の成立に寄与した。もう一人の孫である大久保利春は、丸紅の専務で、1976年のロッキード事件に際しては、贈賄側の一人として、逮捕、起訴され、有罪判決を受けた。 じいさんに合わせる顔構えが口癖だったという。創村に、吉田健一、大久保利明、現存に肝心心脳妃、信子、牧野力、麻生太郎、竹見敬三がいる。父、リオの沖のエラブ島時代の島妻の子孫に上村、花名がいる。大久保利道関連系図実践は、実施、転戦は要志。系図二次男、牧野信明からの系図。 シロン現代の小説、ドラマ、漫画など詳細は、大久保敏道が登場する大衆文化作品一覧を参照。ありがとうございます。